イブライム、フェレールイブライムフェレールは、キューバのアフロキューバン歌手。1927年2月20日、キューバ東部のサンティアゴデクーバに生まれる。12歳の時、母親を失う。物売りや大工、街角で歌うなどして暮らし、その後いとこと、ピネオというグループを結成、祭りで歌声を披露していた。1953年、キューバ革命前後に人気があった。 キューバの歌手であるパチオ、アロンソのグループ、ロスボクコースに参加。1959年ハバナに移住。1962年には、フランス共産党の招きで、ヨーロッパ、ソビエト連邦などを巡演。モスクワレニングラード劇場で公演。当時の初期長フルチショフに会っている。しかし、歌いたかったボレロを歌わせてもらえず、他の歌を歌っても一向に、 名前がクレジットされないため歌うのをやめてしまう。1996年にブエナビスタソシアルクラブに参加するまではキャラメルを売ったり靴磨きをして暮らしていた。そのお金で休日にラム酒を飲むのを何よりも楽しみにしていたという。ある日、アメリカのギタリストであるライクーダーのいるスタジオに連れて行かれボレロを録音した。ライクーダーはキューバのナットキングコールと称賛した。 イブライムは、まさかこうやって歌い始めて、自分の国を代表する、ボレロ歌手になれるとは思わなかったと、懐術している。それが1997年発売のアルバム、ブエナビスタソシアルクラブで、グラミー賞を獲得した。1998年には、ヨーロッパやニューヨークで公演を果たしている。その後、同名のドキュメンタリー映画、ブエナビスタソシアルクラブが制作され、 日本を含む世界各国でキューバ音楽ブームを引き起こす。その後も相次いでアルバムを発表し、ブエナビスタソシアルクラブの一員として精力的に活躍していた。ヨーロッパ公演から帰国直後の2005年8月6日、多臓器不全のため入院先のハバナの病院で死去した。以前から廃棄種を患っていたとされる。去年78歳。ありがとうございます。